手彫りというのは、日本の彫り物がスタートした時点で、電気がない時代だったんで、やっぱみんなその手で彫らざるを得ない状況だったんで、それからまあ始まったものなんですけど、タトゥーマシンっていうのは垂直に彫りるのが基本。そうするとこう真っ黒くなる、インクが。でそれに対して手彫りっていうのはちょっと斜めに入るから、斜めに入るとちょっとこう緑っぽく表現される。でそれがまずその大地のその道具の違いのような気がしますね。欧米のマシンはもう全部そのタトゥーサプライヤーで買うから、決まった規格で販売されてる、カラーとかも決まってるんだけど、わりかし手彫りやってる人たちっていうのは道具も自分で作って、みんな形がそれぞれ違うから、それによってその彫り物の形も全然十人十色になっちゃうから、だから選択肢がたくさん手彫りの方がいっぱいあるから、その点がやっぱり手彫りとそのマシンの違いがあるんじゃないかなと思いますね。欧米のタトゥーっていうのはやっぱり小さいピースをはめ込む、で背景がなくて、その主題をこうどん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 入れていくんですけど、ジャパニーズスタイルっていうのは一つの体を一つの作品としたスタイルになるんで、そこがそのタトゥーとそのジャパニーズスタイルの違いだと思いますね。日本のスタイル形になったっていうのがやっぱり、江戸後期ぐらいだと思うんですけど、もともとやっぱりその浮世絵を使って背中に入れるっていうのがやっぱり伝統的なデザインなんで、浮世絵を勉強してそれをディフォルメして彫り物の絵に変えてから背中に彫るっていう。欧米のインクっていうのは紙にこうウォーターカラーで試す と、固まったらもう水でやってもこうにじまない、もう固まっちゃう。それに対して墨っていうのは固まってもまた水でやるとにじむ。人の肌でやっても墨はちょっと時間経つとぼやける。でインクはわりかしぼやけない。和彫りはそのにじみが大事だから、にじんだ方がちょっとこう何でもなマイルドになるっていうか。本来の浮世絵とかもそのアウトラインはちょっと薄かったりするから、なんかにじんだ方がなんかこう味わい深くなるのかなと個人的には思います。2年前に蝶友会の方に参加させてもらってます。やっぱりいろんな方の彫り物があるんで、その彫り物の良さがたくさんあるんで、生で見れるんで、その彫り師さんの話とか、亡くなった彫り師さんとかたくさんいるんで、すごい勉強になりますね。どん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 これからも続けられるように、そういう自分もその一つの歯車になれたらなとは思ってます、ね。